夜中にいきなりさ、ブビッとも無声です。やっぱ日本代表戦がちょっと熱すぎて、まあ、その後即爆睡したんやけど、そこはちょっとあまりにもいい目覚めをしてしまったせいで、ちょっと動画撮りたくなっちゃいました。ちなみに時間は深夜の3時51分です。今日はもうとにかくウィニングリーグしたいから、もう監督の縛り、選手の縛り一切なし、もう好きにやっていいよって、もう自由帳です。ルーズリーフです。ヒークライムです。やっていきましょう。あーてか俺さ、一回ちょっと試してみたかったけど、俺ジョルケーラおるやん。ジョルケーラで試したいことがあって、でそのやりたい戦略っていうのはこれだ。ワンツーウンコー、はい、両ウィングチャンスメイクー。スーパーキラーマシーンってあるやん、あんな感じで、まあ、ここはもうガンガン点取りに行く担当で、ここはなんかそのなんか補助担当みたいな感じで、なんか分けてみようかな。でこの4本の腕の役割を、ただのチャンスメーカーじゃなくて、これウィンガーのチャンスメーカーやからさ、まあ、結構なんかそのゴール前に出てくるタイミングとかあるわけやん。でなおかつボール回しもできるっていう、このなんか新ゴンサロジョルケーラをちょっと生み出してみようかなみたいな、そういう狙い。多分弱いんやけど、もうねウィニングレベルできたら何でもいい、行こう。で最近俺ウォーターサーバー買ったけど、なんか俺のポコチンみたいなというような、あの水のキレクソ悪くて、まあ、持ち主に似るって言いますけどね、まさにその通りだということで、キムサンジェルマン、なるほど。こっちには本当のキムがいるか、それともキムを語るのか、貴様は。キムのキモジのネイルを使ったらキム語っとんちゃうぞ、こら。あー、フォーデン調子悪いんか、じゃあもうネイマールぶち込むか。できればなんか3バックとか、そういうなんかサイドガンガンに開けちゃってますみたいなやつと、なんかガッチャンコしてかったんで、あの突に対してなんか王で行くみたいな感じでやりたかったんやけど、まあそうではなかったということで、まあどこまでこのチャンスメーカー作戦がハマるのか見てみたいものだよ。ジョレンテ戻る。まあ、とね、やっぱディフェンスしづらいやろな。ナイスベッカム。しかしちゃんとユニフォーム着せたベッカムがいますよと、その辺でガチャ。いい、そういう攻撃決まっとった。でこれ久保が最後出て、そうチソンが行くわけよ。この無尽蔵のスタメンだったらチソンがな、ボールはないかな。ベッカムでこれ、はい、ここラッシュフォード、いい流れ。あ、サイドいるよな、多分これネイマールにまでパス、いや、そういう人はない、もうここはいけるぞ。あー、待って、まずい。ベッカム、ネイマー、つながらんかった。一発で裏狙った方が良かったんか。下手になんかゴタゴタするよりもね、一撃ドカンの方が気持ちがいいということが、なるほどな。まあ、要はそのヒットじゃなくて、ホームラン一発が良くないっていう話。おい、今回の企画に反しとるんだ、それは。ちゃんとパス回したい、今回は。ロバートソンが来たとこで関係ない、これ全然かプレッシャー。誰もいねえ。ペナルティエラー前以外をなんかもう全部相手のものにしちゃってる、これ。何でもできるラッシュフォード先輩にお任せして、ヘディングお願いします。さすが、ベッカム。こ早くなせ、ジョネで。いや、いいじゃない、ネイマール。お前、チャンメなのに、お前、ゴールメイクしちゃったわ。アシスタントと見かけて、実はメインだったっていう、そういうフェイント。ベッカム、ここ、ジョレンテ落とす。ラッシュフォード。これはスピードで。いや、スピード自信あります。お前だけ行くんかい。スピード見せつけないけどな。ベッカム、今回、やれるさ。いや、巻きすぎ。マジでもう、女の子の盾。おい、ちょ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 、危ない。ジョレンテ、ここですね。はい、マルディーニ。やられたかもしれん、これは。もうクロスに対してね、うちらがどれ頑張れるか。頑張れ。危ねえ。ラッシュフォード。オタクのラッシュフォードもそうですが、なんかボール気にせずなんか突っ込んじゃうみたいな。こういうのよくない、やめてほしい。ファミンが下がる。フォアナ。は？おいおい、傍観者 A！ ファファナが出ちゃったが、まあ、あれにはもうファっていうほかないから、ジョレンテ。こ、出せる。ラッシュフォード。向いちゃう、こっち。甘かった。開けたね、スペース。おい！マジか、ファミンが。サイド。お、すげえ。一瞬で、立ち直ったけど、あいつ、やば。マイケル・ジャクソンよ。いや、チャンメ的な感じで戻ってきたりする動きあるかなと思ったけど、ウィンガーががっつりウィンガーしてるわ。これでちょっとパンツ濡れてきた、ちょっとやばい。俺、これ、寝巻きで今撮っとるけんさ、なんかその汗かきたくないな。ちょっとなんか一回全乱になります。何も変えずに来ちゃった感じ。これが吉と出るのか、京都なのか、中吉と出るのか。チソン、ここ。クボいい。そういう感じ。いや、でもこの低い位置のクボはさすがよ。もうなんかその狙っとったやつを。で、ラッシュフォード。サイドにネイマールがいます。で、こっから、ダブルタッチ、ダブルタッチ、ダブルブブブブブブ。ここは釣られたらね、ほんと童貞って言われちゃうから、これバカにされないように気をつけて。飯来るよ、絶対。絶対飯来る。絶対飯来る。見えて。見えてな、絶対飯来る。絶対飯来る。もう飯が見えた。ほらー、すごくないこれ。もう分かっちゃうよな。なんかその飯がそういう顔しちゃったもん。ボールくれ、球よこせみたいな。ブルーロック出身みたいな顔しちゃったもん。久保建英さん、ここで戻ります。で、これ低い位置、竹下が抜いて。いや、そこまで行っちゃうか。でも、ベリア足でなんかいいところ。俺、ベッカム上がりすぎじゃない？ディフェンスを見てるにはした意味よ。ネイマール、これ、もう一回ベッカム。そうそうそう、ネイマールから。こっち！いや、出し切れか！いやー、もうビエラ早いわ。しかーし、ジョレンテはそれを上回るほど早い。で、行って、前向いて、すいません！ナイス！ラッシュー！ラッシュ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 。ほわな、戻って、ラッシュの怖い。取れるよ、取れるよ、取れるよ。で、神が行って、行って。もうお前そんな気使わねえで、あ、センターバックさんやりますかみたいな。そこはもう先輩のメンツ潰すつもりでボール取っちゃっていいのよ、神が。いや、やばい。どうする？あ、こんなん無理だ。もう無理だ。諦めた。その時もフォワナがいた。ベッカム、イニエスタどうする？トラップか？あ、ラッキー。アウィンがこぼしたね、今、髪の毛みたいな感じで。ネイマール、ラッシュほど。で、ちょっと戻って、時間作って、あ、ちょっとなんかそのベッカムが思った以上に上がっちゃうから、ここなんかサウルぶち込んでっていう感じで意識改革を図っていこうと思うわ。やれやれやれーっていう声が出てくる。やりさだ、ここ。フォルランはヘディングできる。サウル拾って、ナイス。
で、ここパスのフォロー、いい動きだ。そのフォロー待ってる。で、これ、シュイジョリテ、あーここで取るよ、ここで取る、ここで取るよ。カミンが、いかぬ。メッシ、いや、いいぞ。やっぱそのウィンガーとしてさ、チャンスメイクがこの高い位置取っとるから、これバックパスを襲いかかれると思ったら、お前そのままなんか敵来ちゃってるね、これね。サウル取れない。はい。なるほど。でもみんなで挟める。こんだけいれば。やれるんじゃないかと私は考えている。あー、終わってない。キーパーエグそのセーブ。カミンガ、あー、要塞した。クソン。相手はどこだ？ここだ。お前、ロバルソン動かしたら、それがお前、京都だ。ほら、ノーマンバー。ジョレテ！スピードしまず！行かせ、行かせ、行かせ！これ！何をする？俺はフライパスを出して、あれもうなんかパス回しがやりやすくなったっていう感じはせんな結局どこまで行っても4トップは4トップって感じしたわ。まあでも楽しいから OK です。あ、ドンナルンマ行っちゃう。で、相手が、う、出たよ。このなんかその十字架のやつね。もうあの、使徒の攻撃みたいなやつね。あ、ちょ、待って、ジョネット、戻り。いやー、一発のパターン。撃たれたら終わる。あぶね、よく止めたぜ、ベッカム。今日なんかシュートブロックサイドだな、基本的に。まあ、撃たれたところでね、結局点取られなかったらいいですからね。いつぐらいでもいいよ、撃ってくれれば。なんか外だったらいいよ、みたいな、そういう気持ちです。ジョレンテ戻って、まあディフェンスちょっと甘いよな、ポファナ。でも相手もね、そんななんかアホみたいにディフェンスにメンバーされてるわけじゃないから。ナイス、よう取った。ファナイス。このポジションでのボール出した神よ、最高。あ、そっちに出た。どうだよ、すげえ。こう、ジョレンテ、いや、パス柔らかすぎもっと足当てる感じ良くない？てか今の打ちは良くない？ベッカムナイス取った。で、フォーデン、これで前向いちゃおう。で、ダブルしちゃおう。神。で、ここからパス。ああ、いいベッカムだ。立てます。ナイス。あ、ずれちゃうんかよ、お前。ワンパン持ちの方や入れとんやぞ。お、あ、もう出さない。もう出さない。ナイス。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。ジョリ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 。こっち、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 フォーデン、ナイス。ここで、フォーデン、ボール取って。あ、待て。いけない、いけない。もう時間ないわ。フォーデン、神が。で、ここから。久保。お前、チャンメのくせにゴールメイクしようとしちゃーん。どんぐりコロコロ、久保コロコロということで、フォファナ、ムバッペね。あ、でも待ってますね。中盤の上がり。甘かったな。そこではチソンがいる。ナイス、チソン。フィジーから、そしてスタミナ、すべてを兼ねされた最強の男。それがチソンだ。サイド行っちゃおうぜ。これ、パンパンに張ったフォーデンを使って、金玉みたいにパンパンに張った。これでフォーデンダブラッチ。いって、よし、ダブラッチじゃない。これ、やわらよ。なので使いました。柔道です。でカム、カムが立てます。ジョレンテ。これもう素直でいい。だからる。ああ、もうラッシュラッシュ。ああ、チソン立て、アイトル、カムがサイド。出した。久保。カムが、もうちょい上がろう。そう、ナイスです。で、ラッシュ。どうしよう。いるよな。さすがフォーデン。ダブラッシュ！打て！これは熱い！やばい、レーザーラモン HG さんどう思いますか？フィルフォー！ありがとうございます。もうさすがレーザーラモン HG をフォースで太郎いなかったということで、もう滑るの待ったらしい。ラッシュフォー、楽しい、ジョレンテ。この、まだフォーデンか、ベッカは来る。で、フォーデンが開く。やばい、段階的にフォーデンがまだ、シュートを打つ展開だ。ベッカムからのボトマンからのマンゴ、ここにマンゴ設置したら、はい、チンポホイホイ。やっぱりこれ左ウィングでは右利きのやつを置いた方がいいということで、ちょっとこれネイマール不調役のぶち込んじゃいます。小浜気づき、勝利めがけて頑張るゾイド。例えばすチソン、いや、ワンパ持ってねえだろお前。いいワンパ出したから、ジョニーで、このベッカム最後に使いたい。神が、ごめん、中間使っちゃった。ベッカム、ここ久保、ワンパ出せないのか。ラッシュ、え、向けた。ベッカム、ワンパー、ラッシュフォード、ボール持つ。ネイマール低い位置。しかし、それがそう。サイドバック、マルディーニのビルドアップを向上させる。そして、中だ。ジョレンテ、いけー、タグ取れるか、ここ。うわ、怒る。久保の背中よ。男は背中で語る。男の恥はお腹の恥。ジョレンテ、惜しい。ベッカム、ここ切る。ナイス、ちょっと、ちょ、いいかい、トラップしよう。トラップ頭でそんなことある？ちょっとまずずれとんやけど頭打っておかしくなっちゃった、チソンが。ボトマいけるか、ベッカム、これサイドのマリ、ここね、ナイスナイス。ネイマールでドリブルしたい、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 パスコースあるけど、ドリブルしたい、ああ気持ちよし。で、これパス、ラストドリブルしたい、ああ、最後だけよ、最後だけよ、ラッシュ俺早く出そうだし、チソンサイドね。で、久保がとりあえず、自家製のダブルタッチはどっちもいい。ダブルタッチを出してくれた。素晴らしい。ジョネテ、ユーザーの気持ちよく合ってる。で、ラッシュフォード、いっちゃダメ。これ、ここでいけ。ないって。しかし、バールだよ。で、ここでサウルぶち込んで、今日はこんな感じでいかせていただくわ。で、ラッシュフォードがフリーキックを手堅く蹴って、点差広げていく。カミンが。立ってくるな。ここ守ったり。ナイス、足、バレー部です、元。サウル。メッシが打ってくるの分かってたが、しかし止められない。メッシ、一回、ここ、ボトマ、
やばいな、ここカウミンガ、いやサイド行く、いや両ウィング、パンパンになった両ウィング使う通り、しかもめっちゃ逃げ切った、サウルナイス、でラッシュフォード、え、これなんかネイマールやっぱチャンメンだから上がってこない感じね、しかしここで来てくれた、それでいいです、なんで2人来たこいつら、つながってきたんやけど、何今の、あれじゃん、ツインブーストじゃん、完全にメッシ、ちょ、お、もうラストワンプレイか、まあ、勝利は確定ということで、最後にネイマールのオナニードリブルで皆さんお別れしましょう、ここでダブルタッチ、にゃはーん、あ、返せ、終わった。お、よし。もう YouTuber って今の本当に良くない。まずもう編集する時のこと考えてないやから、3試合動画撮ったらね、3試合分編集せないから絶対しんどいで。でもやっちゃう。俺の気持ちを止められるものはもうこの世には誰もいない。行くぞ、この野郎。おい！はい、ということでちょっと不調もいっぱいおったけど、どんなルンバだけに何度か抑えることに成功した。あー、相手4歳児結構レジェンド多めだって、ガフー、すごっ。ベジータよ、これ。中盤そこ2枚でどんだけなんかその厚みを作れるかというところなんですか？それができなきゃ、俺たちは終わりだー、終わらねー。ネイマール、サイド、取れちゃったぜ。こういう時タレンパ好きっちゃう。パスで、ドリブルで相手をひょうひょうといな、あーん、フォーバナ取れんか、なるほどね、しかし東京層やらせてみろ、フォーバナが負けるなんてことはありえねえ、その後のスペースに攻められたらちょっと厳しい、ベリア氏戻れるか、あ、オッケーオッケー、サイドなら問題なし、そこはマウディーニ先輩の先輩、あー、すごい体、そのままぶつけちゃう、もうバッターみたいな感じで守備方法が、中ベッカムからサイド久保建英のワンバ、うまい、でメッシがここ、ここ、このスピードシュート行かせ、でサイド逃げてサルバックでやってチソンからすいません、この神すいません、チソンゆえか、もう1チソン1ゴールの時代はもうすぐそこまで来とるということなんですよ、皆さん恐ろしくないですか、何ですか今の神パスは、とんでもないんやけど、マジずるした気分だけど、まあ、カイジのなんかあれさ、透明のガラスのなんか階段みたいな感じだったの、今そんなとこに道がみたいな感じだったよね、マルディーニ、あー、これカフー来るけど体勢が悪いと言ってパスケットでバカがベリアしてナイスで、これ拾ってネイマールで、これ前向きで、うん、取れてる、うわっ、喋る、え、写像ぐらいわからん、ベリシャが縦パスのベッカム、こっちナイス、で久保ちゃんワンパ、久保のこの低い位置からなんか差し込むのはワンパが気持ちいいですね、メッシ、はぁ、しまった、ガンプレハマっちゃった、カウミンガ、いやでもカウミンガいいですよこれね、まあ、トーレスは縦に行けば怖いけども、別にスペース与えても怖い存在ではない、あーなー、一人ユニフォームがバルセロナだったら完全に終わっとった、甘かったな、そういうとこは爪が甘いって言うんで、メッシに出すなよバカ野郎、メッシに帰ってきた、ありがとうすごい優しい人がいるんだな、メッシさん頑張ってるから開けちゃうボールみたいな、優しいね、メッシここは、はい、こうやってできるか、あー、あっち開いてますよ、大丈夫ですか、やばい、ダブルタッチ来ない、あー、オッケーオッケー、サイド使ってくる感じで、あー、甘かったの、そこはベリアシェルだよ、うん、ベリアシェルと言いつつ頭で行くって、ベリア頭で、やばい、危ない、まあ、ゆっくり行こうや、俺はさ、チャンスメーカーおるということはどういうことかというと、パス回しながら攻めることができるんだけど、これ、これ入れ違い、久保が落ちて、サイドバック上がって、チソンでしょ、で、メッシ、で、ここで、もう一回チソン行っちゃうか、チソンの今日のクロスサイドからな、これ、ボール持って、ドリブルドリブル、できちゃう、抜ける、そして、上げる、上げチソン、ネマール、久保、頼むで、打っちゃダメでしょ、入りそうだけど入らないから打っちゃダメでしょ、というわけで行くぜ、ベッカム、ネイマール、ネイマールドリブルしたい年頃、まあ、こういう思春期を経て人は成長しますが、落とす、気持ちいいラッシュフォードの道ですわ、ああ、美しい。まあ、中学生がセッター吸っちゃうみたいな感じで。まあ、ああいうなんかネイマール挟むことによって、いい大人になっていくよと。フォバナなはな作るな。ナイスベリアシェル、いいぞ。あぶねっち。お、ショートコーナーか。ショートコーナー見せかけて、中の人数を抑えて、そして中に蹴るだけだろ。わかってるぜ、ベリアシェル戻れ。で、ここで、はい、モンスターボールが打ってく、ペナルティエリアに戻ってって、ネイマールが取る取れちゃったな。おい、この状態のネイマールが何するか、お前らわかるよな。言わなくてわかるよな。そう、ドリブルだよ。一人で行かせてもらうぜ。パスなんていいさやろね。ここからチャンスメーカーじゃない、ゴールメーカーだ。ネイマール行くぞ。ダブルタッチ、ヒャ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 、カワミンガここに。で、マルディに、はい、ネイマール。もう一回ネイマール。やめます。やめます。終わります。あ、終わった。ナイスカワミンガ、すごい、ネイマールが全然カワミンガ返してる。これもうパターンになってる。ラッシュフォードなぁ、ラッシュフォー、ラッシュフォー、ラッシュフォー。戻れるか、戻れぬ。サイドから来る感じ、サイドから来ぬ。ラッシュフォード、行く、行かぬ。ネイマール。めっちゃボール持っとるな。マルディニ。まあ、突っ込んでやるか。ほらほら、攻めてこいよ。で、ここで取る。あー、開けちゃった。適当なやつはちゃんと決められたわ。いかん、やっぱ油断大敵ということで、ネイマール。ここでラッシュボード行くぜ。うちのラッシュボード早いぜ、マジで。打っちゃうから、こういうこと。うわー、ゴールパスだ。やばい、友達になっちゃったゴールパスだ。カミガ、ナイス、よろしい。カミガ1位ね、メッシ。ダブルタッチ。いってショルダーすぎ、あまりにも。さあ、ということでね、ベッカムさんで、おしゃれぶりにかまして。あー、大丈夫、これ補正かかるけ。見よってな。入るよ。ナイスナイスナイス、ベッカム。
絶対サイド来る。こっち蹴るだろ。おそのグループ、やっぱりな。お会いしましたね、ここで。待ってましたよ、あなたを。ちょっとまずい。ちょっとここで、そろそろそろ、ネイマールを戻す。マジで、上げる。そう、裏上げ下げ、ラッシュボード。来たネイマール、やっぱりネイマール、お前で行くしか。あー、マリアか走れ、全然スピードがない、このネイマールは。しかし、ダブラッチが、できちゃった結構。やばい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 、これ戻る。うわー、ルメリが、ダブラッチくるよな。打ってくるか、甘かった、判断が遅いぞ。うろこにタコンジリ揉まれてこい、おっぱい、この野郎が。よっしゃー。球場が、いいと、盛り上がり、蹴り。